はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。魔界闘士サガ続きをやっていきます。前回第二世界の海洋世界をクリアして塔を登って、現在が塔の10階、空の世界に来ました。金すげえ持ってんな、5万1000円とか。まあまた情報収集から始めていきますか。宿屋って泊まっておく、とりあえず180円泊まっとこう。でまずこいつ、雲の中に身を隠した町があるらしい。白虎は巨大な浮遊城でこの空を支配している。白虎は傭兵を募集している。酒場に行ってみな。レジスタンスの連中はまだどこかに身を潜めている。レジスタンスのリーダーだったシャルルは自分の娘にクリスタルの秘密を隠した。ここは白虎がかなり前面に出てんね。第一世界の玄武とかって多分名前すら知られてなかったよね。青龍はね、それなりに竜王と争ってたみたいだけど、白虎に抵抗するレジスタンスもほとんど殺されてしまった。うん。で、ラインナップはヒットポイント400か、ちょっと欲しいな。あ、エリクサー。で、武器屋。刀、ミスリルソード、オーガキラー。あ、サーベル普通に売ってんね。火縄銃とかはいらないな。手榴弾が売ってる。あ、ドラゴンメール買っとこう。これはもう耐性がかなり強いんで、ドラゴンメールは必須。だけかな。手榴弾、いや、まだもう一個の町があるからな。そっちを見てからにしよう。で、ドラゴンメール。本命もドラゴンメールをつけよう。あれ、どこ行った？あ、あったあったあった。で、いんないやつは、売るか。サーベル、デリンジャー絶対いらない。ミスリルももういらない。ハイポーションはなんとなく、ちょっと回復の予備的なもので持っておこう。とりあえずこんなもんでいいや。じゃあ酒場へ行ってみますか。いやー、すげー、ブラック企業っぽいなーこいつら。酒場のマスターがいないんだけど完全に荒らされている。誰でもいいや。ここは白虎親衛隊の縄張り。命のあるうちに帰りな。静かにしろよ、酒がまずくなる。どっから酒持ってきた？モスキートとか。お前が親衛隊か。それじゃあ燃えろ。で、燃える前に切り刻んだ。食べとくか。酒場だからね、肉を食べよう。400円。隊長。おい、お前たち、白虎様のところで働かないか。いいだろう。ちょ、待って。求人票の条件見たのか、ちゃんと。お前たち、なかなかの腕だそうだな。働き次第では副官にも取り立ててやろう。一応昇給システムはまあありそうだね。あの、活躍すればちゃんと昇給はしてくれる。まずはレジスタンスのジャンヌという女を探してこい。その女がどうかしたのかい？知りたがり屋は若字にする。そうだな、忘れよう。で、ここ白虎の城でブラブラしてないで仕事しろよ。いや、お前らだろ。お前ら完全にブラブラしてるだけだろ。こいつらの仕事とは一体。いいな。でもここ傭兵、まあ警備員さんもそうだけどね。ちょっと邪魔だお前。あの、どうなんだろうね。まあ何もしてないとは別に言わないけどさ、まあその警備するのが仕事だから、まあ何かあった時にはもちろん対応しなきゃいけないんだけど、何もないとね、見回りが主な仕事なんだけど、そういうのってどうなんだろう。すげえ退屈そうなイメージがあるけど。で、ここで、これなんだっけ、グライダーだっけ、支給されるんで、まあ一応そういうところの待遇はね、悪くないよね。で、ちょっと早え。めっちゃ早え。で、ここ最初の街でしょ。浮遊城ちっけえな、最初の街から。手榴弾どんどん使ってこう、複数の時は。で、ここに街がある。で、宿屋があって、この雲海の中にある聖なる神殿があって、あ、雲海の中に聖なる神殿があって、白いクリスタルが祀られている。ちょっと見よう。ケアルの書。他なんか、ゲッ、古屋の書5万円とか高っけんだけど。買えねえ。俺金持ちだと思ってたけど、そんなことなかった。シャルルの娘は双子。シャルルめちゃくちゃ有名だね。まあ、レジスタンスのリーダーだったからね。ちょ、じゃあなんだこいつ。話せん。しかもすっげえ邪魔なんだけど。双子が揃えばクリスタルのありかがわかる。だから白虎に狙われている。
迷惑だな。自分の娘にそんな秘密をさ、隠したことによって娘が狙われることになってんだよ。ミスリルソード、あ、ライトサーベルあるじゃん、買おう。1万円とか、物価がめちゃくちゃ上がってんな。サーベルの次ライトサーベルだからね。2000円から1万円とか。ルーンワックスとか、名前だけ見ると強い。あ、バズーカ売ってんじゃん、買おう。バズーカ何個、見ないで買っちゃったけど、20個で4000円かや。ちょっと40個分買っとこう。もう手榴弾いらねえよね。そうすると巨人のこと一応買っとこう。もう一個いるかな。まあ、5000円だしね。いいや。持ち物がいっぱいだよとか。だからバズーカーは2つ装備しておくか。で、ゴールドのコテを、巨人のコテって力は？あ、上がるね。10上がる。ライトサーベルも持っとこう。さて、本命ちゃんはまだここがブロンズか。ここを巨人にしておこう。人々も600超えてんね。とりあえずこんなもんでいいかな。またアイテムを整理するためにブロンズ兜を売って、ゴールドのコテも売って、サーベルは予備。これはここだけか。うわグライダーがね、こっちから出なきゃいけないの。なかなか芸が細かいな。であとは娘さんを探さなきゃいけないんだけど、どこにいる？フレアの書欲しいな。手榴弾だな。ごめん、結構食らうね。425。俺のヒットポイントもそうすると若干不安があんな。どこだ？ちょっと早すぎてわからん、ついていけないんだけど。エスパーは多分まんべんなく上がってるからね、突出してる感じはないよね。攻撃60、素早さ70、魔力60、まあ、女性だから若干素早さが高いけど、いやそれでもそんなに力とかにもね差があるわけじゃないんで、まあ、力っていうか表記上は攻撃だけど、とりあえず手榴弾使い切っちゃおう。ボディアーマー使ってきたんだけど。でここだって最初の街でしょ、浮遊城でしょ。その聖なる神殿に行きたいんだよ、とりあえず。どこだ、まあ、世界自体はそんなに、あ、あったあったあった、これっぽい。見づら、完全にただの小屋だな。ベッドが2つある。一応ね、女性だからね、あの、このジャンヌだっけ、モフモフしていこう、布団で。じゃあ行きますか。見つけたぜ。何、俺たちより早く見つけるとは。俺たちいらなくなかった新色も、こいつは俺たちの獲物だ。手を出す、手出しするなよ、ガオーって。おい愛人、ガルガル野郎といい女どっちが好きだ。いや俺は愛人が好きだ。いや俺には本命がいるどういう会話やねん。炎で、サーベル炎、ケムシの肉、まずそう。妹のミレイユが浮遊城に捕まっている、助け出して。だけお礼はなしかい。ちょうどベッド2つあるからここで寝ていかないか。まあ浮遊城行きますか。毒ケムシとかさっきいなかった。ちょっと炎がなくなっちゃったけど、まあいいや。白子様の部屋は7階だ。みんな言ってること一緒かな。7回とか言われてもさ、これどこが何回なの。白子様の部屋は7回、変わらんな。ちょ邪魔、これ当たっただけで会話になるからね。ミレイユ、あの女はやめとけ、白子様に殺されるぞ。まあ確かに、社長の愛人みたいな人に手を出すとこっちの首が飛ぶからな。まだ給料もらってないのに、それは嫌だ。7階の部屋の鍵は白子様が持っている。まあ自分の部屋だから自分が持ってるのかな。ミレイユ、一番奥の部屋にいる。
あ、やっぱ愛人は一番奥の部屋に置いとくのか。まあそりゃそうだよね。他の人が手出したらそれ嫌だもん。虎の鍵、鍵ガバガバだよね。管理が一番奥の部屋がだいぶ奥だよね。 VIP 待遇。これでも実際さ、なんか怖そうだよね。だってこれ空でしょ、だ一応。で、人一人分のこう通路しかなくてさ、柵とかないもん。落ちたら死ぬよね。なんだ、すでに護衛がいる。なんだ貴様は。脇役は眠ってな。会話が早い。サイコバリア無駄だけどね。600円か、しょぼいな。助けに来たぜお姫様。あなたはジャンルに頼まれたんだ。詳しい話はと。姉さんに。姉さんはどこにいるの。森のアジトさ。さあ行こう。口が軽いな。ビャッコクソ。ミレーヌ下がってろバカめ。お前が玄武や青龍を倒したことなどにしている。その上でお前を利用させてもらったんだ。よくやったミレーヌ。これでクリスタルは俺のものだ。クリスタルってそんな重要なの。君は姉さんを売るつもりか。私は強いものが好きなだけ。レジスタンスなんかまっぴらよ。お前たちもすぐには殺さん。牢獄にぶち込んでやる。ていうか今白虎倒せんだろ、どう考えても。この俺の力でもその鉄格子は曲がらない。1階にあるグライダー置き場までたどり着ければ。結構いろんな人投獄されてんね。何のために生かされてるのかよくわかんないけど。げ、おめえって何者だ。ここも管理ガバガバすぎんな。白虎剣がある。私を持っていけ。ゲー、剣が喋った。金づる、金づるが喋った。死んでんのに。これなんだ、恨みの剣。え、いらねえ。あ、門番いるじゃねえかよ。小悪魔、所詮小悪魔か。雑魚が。ここは鍵がかかっている。鍵を見つけないといけないか。さっきの虎の鍵はもういらないのかな。虎の鍵何のためにあったの。下は特になし。新選組がいる。本命80って結構食らうよね。やっぱり俺食らわないからね。そもそも食らわない。ヒット低いけど。ケアルの書使うか。で、なんかいるな。普通に敵。小悪魔3体、手榴弾使おう。ファイヤー効かねえ。ファイヤーの書に強い。え、どっちだ。どっちがどっちだか分かんねえ。全員いなくなった。牢屋の鍵、鍵開けた。ちょっと待って、これさ戻れなかったっけ。なんかあそこ鍵かかってたよね。クソ、エンジンがかからねえ。急ぐんだ、ジャングルが危ない。これもエンジンがかかんない。じゃあこれに乗ってこう。で、不良品2つも置いてんだよ。どここれ。マジでどこだ。手榴弾。手榴弾2発で倒せんね。あ、いたいたいた。浮遊場ごと移動してんじゃん。え待って、浮遊場に入るんじゃなくて、ちょ、どここれ勝手に移動されたんだけど。あそこ何気にさ場所覚えてないんだよね。あ、あった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 。あれ、どこだ、どこに行けばいいんだ超謎もうすでに連れ去られた後。もう一回浮遊場行こう。じゃあ、てか浮遊場入りで、はい、あれ、なんだ、謎だ勝手にここに来たんだけど、ここどこだよ。しかもこれだ、白のクリスタルだ。ミレーヌよくやってくれたな。もう用はないしね。姉さん、この虎野郎、貴様らか、ちょうどいいクリスタルの力を試してみるか。
600個ライトサーベルを使う時が来た。貴様はライトサーベルで一刀両断する。697、まあ、さすがに697じゃ死なないか。死んだ弱い。5500円。そんなバカな。百個はクリスタルともども消え去った。クリスタルがなくなっちまった黙ってろ。本命にそんな口聞くなよ姉さんごめんなさい、私バカだった。ミレイユの涙がジャンヌの血に触れると輝くクリスタルへと刀。ミレイユとジャンヌどっちがどっちだっけこれはそう、これが私たちの秘密。愛人、これを愛人に渡さないでさ、一応本命ちゃんに渡してほしいんだけど。なんで愛人頑張れ、本命なんかに負けないでっていう、そういうミレイユの気持ちか。違った、ジャンヌの気持ちだった。早く消えてとかひどいよね自業自得じゃねえかよお前のなんか俺たちのせいにされてるけどさ、ひどいよな、報われないな。これ使おう。じゃあもうこんな世界世はねえよ。ジャンヌは愛人を応援するしさ、とりあえず塔登っていく。結構早かったな、空の世界。あんまりやることがなかった。バズカ使ってみよう。あ、回復してくれば、よかった。つえ。よし、じゃあ登っていきましょう。こっちさ、宝箱、なんかあるかもしんないよね、そういえば。あんま見てなかったけど。いや、すぐできた。ゴー、破壊光線。こういうさ、なんか防御属性無視してくる攻撃が、ちょっと怖いよね。あ、炎に変わってる。ゲイザーか。1体とかだったらね、すぐ倒せるけど。いかんせん、さすがに。いてぇ。これ、破壊光線2回食らったら俺死ぬな。ヒットポイントは回復した。よし。いやぁ、400をちょっと使うべきだったね。社長こう、これ。あ、戦闘にはならない。宝箱はなし。ハーピー。サーベルがなくなるな。ちょっと予備サーベルを。装備しよう。ライトサーベルはまだいいか。イエローゼリー、こいつさ、なんかめんどくさかった気がする。いやー、やっぱりな、つえ。しかも40円しか持ってないとか、終わってんだけど。戦う価値が全くない。イエローゼリーはちょっと逃げよう。で、セブしとこう。死んだらやだ。ここはなんかわかんねえ。ハーピーやってバズーカ2ターンかかるか。いやー、イエローゼリーだ。逃げよう、逃げらんない。うおー、俺2回勝った、死ぬ。ケアしましょう。あ、宝箱ある。エリクサー、やった。あ、なんだ今。なんかちょっと加速したな。流されたのか。ハーピー4か、ちょっとバズーカと炎で先にハーピーを倒そう。で、サーベル。炎はいっか。あ、最悪エリクサー使っちゃおう。これエリクサーだっけ。うおー、なんだ、流されてる、めっちゃ流されてる。宝箱は見えたけど、要はあれを取りに行けってことね。もったいないけど、バズカ使っちゃったよ。いけねえ。オーガ5。4500円。いけねえ。何これは、なかなか守られてる。しかもさ、敵が出てめんどくせえんだけど。バズカもっと買っとけばよかった。マジでいけねえ。これさ、そういうこと？いや、めんどくせえ。ちょっと待って。いや、ほんとにめんどくせえ。何これ？これ、ずっとやっていくの？正しいルートを把握しなきゃいけないっていう。しかも、ノーヒントだからね。いや、なんやねん、これ。ファイヤーの人もちょっと投入するか。
誰寝た？俺かよ。めんどくせえことになったな。いや、宝箱欲しいしな。いやー、どうやって行けばいい？エリクサー使うか。チュッ、死ぬ。悪臭立ってるし。諦めるか。エリクサー3つあるんだ。使おう。能力回復してるよね。よし、回復してる。しかも炎炎あれだった、大丈夫だった。バズーカーがなくなるから、ちょ、ここ諦めよう。イエローゼリーがいる。めんどくせえ。逃げらんねえ。てか、どっから来た。帰れねえ。帰れた。まあ、特に情報とかがあるわけじゃないんで。あれ、どっち、これ上か。あ、宝箱ある。チェーンソー、やった。これはマジで必須。いや、必須って別に神にチェーンソー使うわけじゃないんだけど、ちょっとスザク倒そうかなと思って、チェーンソーで。まあ、こういう感じになりますっていうのをやりたいだけ。アリ地獄。いや、バズーカ役立ってんな。敵の数が多いからね。で、どこだっけ、ヒエロゼリー。もう絶対逃げられないんだけど。死ぬ。そして霊気になってる炎が。ここ何してくれた。雨が一滴も降らない。喉が渇いた、水をくれ。ちょ、あの、触れたいんだけど何にも効果がない。これはとりあえずそういう感じです。バズーカ炎。いや、倒せないんだよね、これで。やばい、死ぬ。いや、こんなに強くて80円とかさ、マジクソなんだけど。一回じゃ全回復しねえし。で、上に上がって、持ち物がいっぱいだよ。虎の鍵はもうさすがにいらないっしょ。牢屋の鍵もいらなくね？で、チェーンソーは持っときたい。まあ、最悪ハイポーション使えばいいか。アライのメットって何？ブロンズカブトラス飛びしてんの。めちゃくちゃ防御力上がったんだけど。これでまた、だいぶ楽になるね。戦える。その3体いるときは、グループ攻撃で行こう。最近、1体って出てこないなと思ったけど、この、イエローゼリーがうざすぎる。キングオブウザイなんだけど。バズーカ炎。本命50か。まあ、ヒットポイント高いからね。俺が50食らうと結構致命的だけど。湖の水かさがどんどん増えて大変です。俺のせいじゃないぜ。私泳げないのどうしましょう。まあ、まだ歩いてるからね。たかしくんがやろうって言ったんだよ。湖の底には穴が開いていた。俺が湖にゴミを捨てたせいなんだ。ごめんよ。この底にゴミが詰まっている。ここはどこだ。雨が降ってきたよーん。いや、極楽極楽。これなんかさ、アイテムないの。ちょっとこういうところに宝箱は隠されているかもしれない。雨が降ってきたことによって。いや、なんもねえわ。あれ、こっちは、こっちも行けんじゃん。砂浜的なあれかな。全然、全然何のイベントだったの。上戻ってみよう。敵は結構いっぱいいな。サーベルで、炎で、殺人ビーム、やーべー。殺人ビーム食らうと、きついな。150か。ヒットポイントが重要だな、やっぱり。その防御力と素早さでどうにもできない攻撃を食らうとやばい。特に防御無視とかね。どっから来たっけ。こっちか。ああ、で、そういう世界ね。大魔王の名前、それはアシュラ。大魔王なんだ。
アシュラが四天王を送り込んだ。四天王ごっこしようぜ、俺は玄武だぞ。結構名前知られてんだね。青龍白虎、私は朱雀よ。あ、城があるじゃん。城に寄ってみよう。お宝箱ある。敵出んのかい。とにかくイエローゼリー、じゃあ本命が178溶かされた。本命95とか。よし、一回一回回復しないと。ケアでの書もなくなってきたな。サイコソード、持ち物がいっぱい。ちょっと待って、ブロンズ兜は捨てよう。目薬、金の針、なんとなく取っておきたいんだけどな。ハイポーションはブロンズ兜いらねえか。恨みの剣もいらねえな。売ろう、後で。で、エリクサ、エリクサいっぱいあるし、エリクサ使おう。あと2つ開けなきゃいけないんでしょ。そうするとハイポーションがじゃあガチでいらねえな。クリスタルじゃない、捨てる。いや、ハイポーションハイポーション捨てて、ハイポーション手に入れた。もう回復しきってるしね。こっちはこれ捨てよう。生き返り、いらないっちゃいらないけどね、生き返りは。まあ、一応アイテム的なものが手に入りましたと、さ、ということだね。ゲイザーの破壊光線危険なんで。出た、77しかない。もう一発食らうとかなり致命的だな。これ生き返り持っといてよかったな。いや、まだ死んでないけど、死ぬ可能性が大いにあるから。塔の14階か。ガイキエローゼリーは嫌なんだって。こっちが上か。相撲レスラー出た。マンハンター使ってくんのか。殺人ビーム、やべ、あっぶんね。たまたま今俺に来なかったから死ななかったけど、俺に来たら確実に死んでたな。雨降らし、ゲッ。これちょっとやばくね。やばい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 。もうあれがない。あ、バズカール効かない。ファイヤーが、もう怖え。3体しか倒してないの。攻撃できるものがない。4500円。ケアルの章、最悪逃げてこう。あとは溶かす系がだからやばいんだよね。あれ、なんか針山地獄みたいなのがある。上行っちゃうか。マンハンターをサーベルで倒して、トリケラトプスもそれなりに強いからな。攻撃クラウトで、スモーレスラーは自力で倒そう。てか、なんで俺の方がさ攻撃遅くない。素早さとかあんま関係ないのかな。炎がなくなったらなんかエクサいっぱいあるから。間違えた、俺に使ってしまった。え、これ何、意味ある。無駄だったな。出た、雨降らしはちょっと危険すぎる。イエローゼリーも嫌いすぎる。逃げらんねえし。いや、マジ逃げらんねえ。いや、ほんと逃げらんねえ。何これ。本命、危ねえ。セーブしよう。で、こっちはない。ちょろっと見れば多分宝箱あるかないか分かるよね。あ、いる。朱雀にはどんな攻撃も通じません。逃げるのが一番です。そうかな、果たして。恒例のちょチェーンソーは持っとこう。で、で、どうする。新しい世界に来たっちゃ来たんだけど、最初の街が若干先なので、まあ、とりあえず今回は新しい世界に来たということで、終了したいと思います。まあ、次回はね、この朱雀のいる世界、やっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。